こんにちは。8月12日になります。ナイトがねちょっと調子悪くして2日ぐらいになるんですけども、まあね、早朝じゃないと暑くて作業してらんないんで、朝6時ぐらいに出て行ったんですけど、もうセミがワシャ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 鳴いてね。でもそれでも少しだけ撮影とこれじゃないかなっていうものをちょっとピックアップして動画にまとめてみました。2点今回ございます。アクセルとそれからバネみたいなところがあって、それをつなぐのがリンケージっていうのかなっていうふうなことがなんとなく分かってきたんで、それをねどうつなげばいいのかなってところなんですよ。まあ、多分これで間違いないのかなっていうつなぎ方があるんで、それをちょっと動画でお見せして、なんかねすごく頼りないっていうか、こんな1点であんな 5700cc が動いてるのかなと思ったら、いやーすごいな、なんか奇跡の車だなというかね、ほとんどの車がああいう形なんですよね。だから開けてみると結構びっくりすることばっかりで、非常にねもう楽しみが増えてきました。で、自分にでもできるかもしれないっていう気がして、ちょっとずつ進めていってるんですけども、まあ気づくこといっぱいありますね。それではちょっと動画の方をご覧いただきたいんですけども、後半の方ではちょっとボンネットの開き方がねいまいちちょっと反応悪いなってところもあるんで、ちょっと動画に撮ってみました。よろしくお願いします。今井社長おはようございます。ここをね繋いでみたんですけども、どんなですかね。これがリンケージなんですかね。私はてっきりこれがこの部分がねこの辺に引っかかるものなのかなと思ってたんですけども、そういうもんじゃなくて、このアクセルペダルとこのバネバネをつなげばいいだけなんでしょうか。こういう風にそうするとね、アクセルペダルはすごくね踏みやすく戻ったんですよ。ここはね健全にこうグニグニ行くようになったんで、あ、吹かせれるなーって感じですよね。今回ねこのバネの先っぽのこう曲がってるところをどっかにこうやって引っ掛けるのかと思ったんですけど、そうじゃないんですかね。ただ単にこちらのこの部分に引っ掛ければもうそれで良かったでしょうか。この度もう一つ問題が起きまして、このボンネット開けるところがねなんか反応が悪いんですよね。で、ボンネット開けるところのこちらのワイヤーっていうんですか、ここがどうなってんのかな。これがガチャガチャと動くようになっていて、これが引っ張ってここが開くようになるのかなと思ったんですけど、いまいちねここが開かないというか開きにくい状態ですね。異常はないのかなと思うんですけども、はい、いかがだったでしょうか。今回は2点ねお届けしたんですけども、トランザムの修理マニュアルとしては多分エンジンとか乗せ替えちゃったりパーツを変えていたりする面があるんで、まあなんせね37歳とか38歳の車ですから、もう結構な年齢なわけですよ。皆さんの周りに、30年以上のね車っていうのはなかなかないと思うんですけども、あったとしてももう廃車寸前だと思うんですよね。特にアメ車っていうのはやっぱり我々日本人には扱いにくい車である面もあるんで、こうやってね私がやってるみたいにトラブルが起きたらはい修理工場っていうよりも、トラブルが起きるたびに自分でできないかなっていうふうに興味を持ってね、で一歩一歩自分でトラブルが起きるたびにステップアップするっていうことをやって、うまく付き合っていくことが必要だと思うんですよ。まあ私も恥ずかしい話、46歳になるまでタイヤ交換一つしたことがない、チェーン一つつけたことがない車音痴です。ただ乗るだけなんですよ。で、乗ったら2年ぐらいでもう乗り換えてってみたいなことを繰り返したりとか、ちょっと調子が悪くなると修理工場にドンと出してっていう感じだったんで、全く無知でしたね。でも今回一つ一つ見ることによって、いや車って面白いなと、ちゃんと自分で向き合っていけばちゃんと答えてくれるなってこととかね、非常にその車を作った方とか、それからレストアした方とかね、今井社長みたいにそのレプリカを作った方、エンジンを乗せ替えた方のいろんなね気持ちとか意思とか乗り手に対する愛情っていうのを感じられて、なんか毎日ドラマみたいな感じです。なんかナイトライダーシーズン5が始まったような感じでね、ワクワクしてます。まあだからって言ってトラブルいっぱい起きてってことではないんですけども、何か気になったことがあるたびにこうやって一つ一つ自分の手で目で確かめて、こうやって動画に撮って、光学のためにね残していきたいと思います。皆さんも今度ご視聴ありがとうございました。